どうも、バーンです、えー。前回の動画なんですけれども、PTA はいりませんっていうのうね、えー、ちょっと過激なタイトルをつけさせてもらった動画になったんですけれども、えー、今回はですね。雪だるまるお、おー雪だるま、ありがとう。こんなもったいない。これもうほとんど真っ黒やんこれ。おおいっぱいあるね。うん、ありがとう。 ちょっとね、えー、季節柄この辺りに、ね、雪だるまとかがこれほんま真っ暗でちょっとこれはもう何かもう捨てとこうかウサブちゃんのにウソウウサブちゃんのやつ、うん、まあいいやもうどとうか <laughs> うん、えー、今回の動画はですね時代にふさわしい風習と PTA っていうようなね、えー、タイトルで、えー、動画をねまあ続編っていう形になろうかと思いますえー、よろしくお願いいたします えー、もうね、えー、皆様、こう、大体、皆様ね、えー、ちょっと、音が鳴ると、ちょっとだけ、あ、ごめんな、うん。えー、もう皆さん、あの、PTA は、こう、時代に、こう、ふさわしい、 もものかかどううっって言ったらですね、もうふさわしくない。もうこれはもう皆さんあの一致した意見なんじゃないかなというふうには思うんですけれどもじゃあどういうところでふさわしくないのかということですね,いいね今日っきっちりとね、えー、内容を整理していこうというふうに思うわけですね。でね、やっぱり物事を、 議論する上で,です、ね、きっちりと内容を精査そして把握しておかないとですねのただただあの PT はいらないとかね、えー、ぶ,っぶっ壊とかねなんかそういうことを言ったところですね単なるクレーマーになってしまいますよねじゃあ、えー、まず第一のステップとしてどういうふうな面でふさわしくないのかっていうのを今日は徹底的に えうとですねこれまあいろんなことがですねネットには言われていますけど僕独自の,の見解に基づく理論ですあの参考にはしましたけれども大ん大かちょっとなあのこの辺はちょっとなあの字が隠れるといかんし、まあ、この辺にやっといてうんここでいいようん やっぱりですね、あのー、昨今の社会情勢を鑑みた場合ですね、えー、もう PTA 各家族か各家族何してんの家族か動画撮ってんねん<の> <laughs> えっ、ー、とな時代にふさわしい風習についてな何これんあここ触るとなガシャガシャっていうれたするねこれマイクやね<何>、うん、これがマイクやでおお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  この,この部屋狭いしちょっと、あのー、そうっとしようなやっぱりこの各家族か、えー、現代のね、えー、時代はですねもうやっぱり流れ的にはもう各家族ですよねで、えーまあ、これにも非対応ですよどういうことかって言ったらですねの例えば、えー、父親母親が,がいてですねで、えー、そのどっちかがですね Uh, PTN の方に赴くと,いうところでですねで、えー、昔はですね、あのーまあ、じいちゃんばあちゃんがね家にいることが多かったと、えー、2世帯ですね2世帯っていうか、まあ、2世帯っていうよりもです、ね、じいちゃんばあちゃんですよねで、えー、例えば子供が帰ってきて、えー、じいちゃんばあちゃんが、えー、ちょっと面倒を見ると勉強も教えると。 えー、一緒に晩ご飯作ろうかっていうのね。そういう非常に健全な姿があったんですけども、えー、今やもう、あの、時代が核家族化していると、えー、女性のね、社会進出ということを考えたところ、場合はですね、これはもう、えー、誰があ考えても、やっぱり時代の流れなのかなというところありますよね。で、そこでですね、どうしても時間が取れないと。ましてや、えー、働きに出ている、 奥様方も多くなってきてますしっていうことを考えたらですねの、ここにも書いてます通り、男女雇用機会均等法がですね、1972年に施行されたんですけども、これ皆さん意外でしょ。だいぶ古い法律なんですよ、これ。男女雇用機会均等法。これはですね、どういうことかっていうとですね、実は1999年までは、まあ言うたら、 努力目標の法律やったんですが、えー、ね、1999年に男女雇用機会均等法、正確にはね、もうちょっとややこしい名前、長い名前なんですけれども、まあ要するにこの名前の法律でまあ通ってますね、この名前で行きますけれどもね、1999年に、えー、いろんな項目が禁止事項、つまり禁止されたんです。えー、こうしなければならない、こうしなければならないっていうね、いろんな努力目標だった。ただ、 ただの、ただのって言ったらちょっと、まあ、語弊があるんですけども、実際にはあの法的拘束力がない努力目標だったのがですね、法的拘束力を持つ、えー、禁止事項が盛り込まれました。これが1999年です。それ以降の、まあ、女性の社会進出が進んで、でなおかつ、えー、各家族が進んでこれあの、星印つけました。 じいちゃんばあちゃんと男女雇用機会均等法1999年以降この星2つこのちょっといっぱい星がありますけどこれはちょっとまあさておきこの2つの星がですねこれ二重区ですこの二重区からしてですねもう、えー、時代にふさわしくない、えー、これがですね PTA なんじゃないかなというふうにこれがまあ,あの言うたら整理したらそういうことですよねあと 個人主義の台頭であるとかいろいろそういう理由はあるんですけども、えー、僕の嫌いな個人主義ですこれねでもそれを差し引いてもですねやっぱり PTA をこう、まあ、無理やりこう動かすことによっていろんな弊害出てきてますよね 誰が役員やんのかを決めるのにあたってですね、もう、もう揉めに揉めて揉めまくって、その揉めることが原因で人間関係まで激尺して、人付き合いを深めるどころか逆にマイナスになっている要因の方が強いというふうな側面もありますよね。で、そんなことを考えたんです。もう、もうこれはもう、もう PTA 時代にふさわしくない。これはもう明白で、もう議論の余地がないほどだと言っても、 僕はね過言じゃないいと思いま,す、えー、まああんま決めつけるのもあれですけどももうあのー、ちょっとねこれはあまりにもかけ離れたあ存在なんじゃないかなというふうに思いますね。で、えーまあ、ここまでで、えー、状況がね一応、えーまあ、ざっくりですけれども、あのー、解説し終わったところでじゃあ PTA は 実際解体でできるのかかどうかですねの解体することが目的じゃなくて、えー、あくまでもですねのこうちゃんとしたこう、えー、理由といいますかですねなんで、えー、ダメなのかというのをきっちりとね、えー、整理してで、えー、議論しないとね、えー、解体が目的になって まあ解体は目的なんですけれども実は解体することが目的じゃなくて解体してそしてより良い地域に地域社会にした方がいいというふうに持っていくそこが目標なわけであってねより良い地域社会こっちのこっちが目標で目的であって必ずしも解体することが、ね、目的になってはいけないと思うんですよ。 ましてや解体することでこうスタンドプレーンのようなことがね、まあ、発生、まあ、しますよねでそれで目立ってやりたいとかそんなことが目的になってしまったのではですねもう元も子もないというふうには言えるわけなんですけどもじゃあそこまで念を押した上で僕念を押し好きなんでねじゃあ具体的にどうやって、えーまあ、メスを入れていくのかというところですねちょっと次回以降ねちょっとこの辺、うん、ここまで来たんでね 解説していこうかなというふうに思います、えー、本日の動画は以上なんですち,ょちょっとねまだちょっと言いたいこともうほんといっぱいあるんですけどねあのー、ち,ょっとちょっとだけ喉を潤わさせていただきますちょっとだけね予告ですあのー 実際にダメな、うん、理由っていうのもですね、まだまだちょっと他にもあるんで、ね、ちょっとそこも踏まえて、もうちょっと付け足します。すいません。言うたりませんでした。あのね、PTA がなくなると困る人が出てくる人がいるっていうのは前回の動画でも言いましたけれども、あのー、地元の有力者とか、えー、それから、ね、各種団体とかって言いましたけれども、他にもね、いっぱいあるんですよ。うんとね、あんまり言うとね、 のまた角がたってしまうんですけれどもこれはあの一般論、まあ、ちょっと予防線ありますね一般論で言います、あのー、PTA の役員自体が、あのー、なんて言うんですかね障壁になる場合がありますつまり PTA の役員で長年やっている人がねいてそれの成功報酬の体験みたいなのがあってでそれで、えー、まあ引き込みがつかないというか えーまあ、言うたら簡単に言うと、それが面白くなってきている役員の人とかがいて、で、そんなのぶっ壊すんかい、ああぶっ壊すって言っちゃったらぶっ、あのー、まあ、解体するんかいというような、の、ところを言い出したらですね、中で、PTN の中でですねの、なくさない方がいいっていうふうな意見がね、おそらく出てきます。なぜなのか。えー、とですね、ちょっとここは、ちょっと非常に微妙な話なんでね、まあ、言いたくはないんですけれども、 p t n の研修とかあるじゃないですかであとそれから度重なる飲食ですねあとそれからまあ,あの役員だけが行ける旅行とかですねいうのがまああるわけなんですよでそれにこうもうちょっとあんまり言うとあれなんですけどねほんまあの一部の人だというふうに言っておきます味をめてで、えー ボランティア活動と言いつつですね、えー、ちょっとそれはあの自分のこう成功報酬の体,あの体系があもうそっちの方に流れていってしまってるっていう人がおられる。でそこでですねもうあの買い体なんかしてもらったらとんでもないと。そういうようなね、えー、言うたらもう子供とかもうそっちのけですよ。そこも言うたらう時代にふさわしくない。 風習とということですよもう過度の飲食接待それから旅行研修ですねとまあ,あ他にもね他にもいっぱいあるんですけど、ね、ちょっとねのちょっとそれはおいおい話していきますえまずはちょっとねのあまりにもちょっと問題が多いんで、えー、その ここに書いてあることをちょっと重点的に押さえましたけれども、ちょっと次回以降、まだもうちょっと回り道するかもしれませんけどね、ホワイトボード使って問題点を洗い出していって、で、えー、段階を踏んでですね、解体のができるのかどうかの検討、それから解体の具体的な手段の検討、そして、えー、まあ本当にこう、寄り切る時にですね、 えー、どういう作戦がいいのかっていうところまでですねちゃんと説明をしていこうと思います本日の動画は以上ですではまたバイバイ